正義飛シ章は、ダザイオサムの長編小説。1942年6月10日、金城出版社より、新日本文芸総書の一冊として刊行された。想定は、藤田嗣ぐ初版発行部数は1万部、定価は1円50銭だった。1941年12月9日、ダザイは、 弟子の筒美重久から弟の筒美安久の日記の話を聞くと即座にこれを小説の題材にすることを思い立つ。15、6歳の頃から書き続けられた弟、安久の日記は兄重久によれば次のようなものであった。ご記帳みたいな黒いクロス拍子の盾が木のノートに蟻を並べたような小さな文字で平均1日置きくらいの割合で きっちり丹念に書き込んであった。随所にわざと大混乱の文体で盛んに、や、を使って学校や教師に対する馬言、友人に対する侮り朗、自己嫌悪の外端切々たる未来への同型が激しい口調で、それでいてユーモラスに綴られていた。16歳前後の少年にしか書けない、ドロドロした切ない何者かがあった。まだ岩にならい岩章が、 赤く、厚く、火花を散らして、行間に流れていた。また、シュケヒサは本作品と日記を比べ、こう述べている。前編に滲んでいるキリスト宗は、弟の日記には、一末もなく、当時私たちを捉えていたマルクスを、そっくりキリストに切り替えたものである。本作品は、1942年1月に、書き始められ、同年3月19日に完成したものと、推測される。 あと書きで、太宰は、t 君の日記は、昭和10年頃のものらしく、十つて、この、正義と美少の背景も、その頃の日本だということも、お断りしておきたいと記している。ありがとうございます。